東京商工リサーチが4700社を対象に調査したところ、約半数が忘年会を復活させることが分かりました。一方で、独自アンケートでは若い世代を中心に 29% が職場の忘年会に参加したくないと答え、コミュニケーションを図る目的での忘年会は岐路に立たされています。そもそもニーズが高くない、忘年会は労働時間にカウントしなければならない恐れがあるとして、企業側が敬遠する動きもあります。新型コロナによりほぼ一掃された企業主導型の忘年会。人々の意識の変化により復活後のあり方は変わろうとしています。ニーズ高くない抵抗感を示す重要因。労働時間にカウント。信用調査会社東京商工リサーチはコロナ禍を経て、忘年会離れが進んでいると分析しています。東京商工リサーチ福岡支社渡辺健一郎部長。コロナ禍で忘年会を開催しないことが当たり前になりました。プライベートを重視する風潮の高まりになって開催しにくいのも要因です。東京商工リサーチが全国の約4700社を対象に実施したアンケートでは、今年の忘年会の実施予定率は 54.4%。参考値ながら昨年同時期の 38.6% から 15.8 ポイント上昇しました。同じ調査で福岡県内の実施予定率は 62.3% と、全国平均を上回っています。一方、コロナ禍前は実施していたが、今回は実施しないと回答した企業は全国で 21.8%。その主な理由は、開催のニーズが高くない参加に抵抗感を示す従業員が増えた忘年会が労働時間にカウントされる恐れがある、などとなっています。東京商工リサーチ渡辺部長。社員の意識変化もあって、コミュニケーションを図るための忘年会を開催するのはなかなか難しくなっている。ノミニケーションが岐路に立たされていると思います。29% が職場の忘年会に参加したくない。福岡県で取材すると、意識の変化が浮き彫りになりました。集約。博多駅周辺にいた120人にアンケートすると職場での忘年会の予定があると回答した人が 56% と半数を超えました。一方で20代や30代の若い世代を中心に 29% の人が職場の忘年会には参加したくないと答えました。少数派やんけ。30% が開催に不満貯めてるってことだぞ。無視していい数字じゃないわ。労働時間にカウントされるのなら実質強制参加で査定にも響くやんけ。業務命令で強制参加なら残業だろ。早く通勤時間も業務時間にカウントしろよ。来たくなけりゃ来なけりゃいいじゃん。代わりはいくらでもおるわけで。会社なり上司がおごってくれるから楽しかったわけで。自分で3000円5000円出すなら丸んでもいいや。その上司も金がないねん。融資だけがやらい。これがクセモノ。実質強制だから。忘年会が労働時間なんて、そんなことありえるの？強制参加ならそうなるだろうな。俺なんか時給で普段は夜中まで働いてるから、昼の人に合わせて忘年会出ると早退になるんだわくさ。しかも忘年会費まで取られる。飲み会4000円って高いじゃないですかって言われちゃうと思うね。はぁ、ってため息ついちゃう。私は会社の付き合いに4000円も価値があると思いませんって言われてるようで悲しいよ。一時会くらい会社持ちでやれよ。実際そいつらはそう思っているんだろ。そいつらの会社への評価だから、受け止めるしかない。今なら4000円どころかマイナス4000円だろ。それかお昼にやって夜は融資でやるか。おっさんが張り切るイベントやん。そりゃ参加もしたくないわな。29% なら残りのみんなでやればいいじゃんかよ。多少人数少ない方が感じも楽だろ。忘年会やるべきが 71% もいるのか。3割民が、ここにいるやん。70% は参加するわけだからもう満杯。え？廃止になったまま復活しなかったけど。金だけ払ってぶっちした。うちは時間外換算で強制だわ。謎。ワイも10歳やけど職場の飲み会なくなってほんま良かったわ。コロナ前はおごったり同僚への不満や職場の愚痴や悩み聞いてまで部下を掌握しないとダメやったからな。このままなくなってしまえ。飲み会好きな人は本当に楽しみにしてるんだよ。特に年配の方々は。なのに若い子に漢字任せたら安い焼き鳥チェーンとかで予約されることがたまにある。こういうのは本当にダメ。安い焼き鳥チェーンでええやないか。だから若い連中に嫌われるんだよ。財布は俺に任せろって言えば、いいとこにしてくれるよ。高すぎてもダメ出しするくせに。飲まないと打ち解けられない、と言ってる時点で上司失格ですけど。ほんま飲んで打ち解ける必要あるのか疑問やわ。年下に飲み会で打ち解けて仕事中にフレンドリーに接されたらむちゃくちゃ腹立つ。俺も若い頃に一度だけでなかったことがある型の人間は短いとかまで普通に言ってる状況を考えるとその夜は落ち着かなかったし後悔ばかり残った。若いなら職場の子と仲良くなって付き合うチャンスだし、ある程度の年なら上司に媚びを打って出世確率アップ。そんなに悪いもんでもないやん。7割は参加してるからええやん。俺は最後に参加した職場の飲み会がコロナ直前。もう一生参加したくないわ。面倒くさい人は来なくて良いです。下戸の愛、苦痛でしかない。それは地獄だな。これだけは言える。飲み会なんかで出世が左右される昭和気質な会社は沈んでくわ。忘年会やる会社まだあるのか。
忘年会の俺のテーブル、若い女子ばかり集まる。俺は何も話さない、聞いてるだけ。たまに俺にも質問が回ってくる程度。俺がモテてるのではなく、若い女子が独身のおっさんから逃げ回っている。女子の話を聞いてるだけというのがポイント高いんだと思う。女はとにかく話を聞いてくれる男に頷くよ。社員旅行もだけどこういうのに参加しないのは修学旅行とかも参加しなかったり、いやいや参加してた陰キャなんだろうな。余震場陰キャだとして何が悪い？うちの会社はね、一発芸ができないとダメなんだよ。芸はマジで苦痛だったわ。大学1年の頃も新入社員の頃とか結婚式の余興とかも、芸はマジいらん、ずっとご歓談でいい。平日の昼間にバーベキュー大会とかのがいい。時代変わったな。俺が若い頃は飲み会やりましょうやりましょうって連日言ってた。労基署がガイドライン出せ。会社負担で長金も出せと。え？どう考えても労働時間でしょ？上司様が気持ちよくなれるようにご機嫌取りしてヘコヘコして奴隷のように振る舞わなきゃいけないんだよ。とうとう今年から復活しやがった。最悪だよ。昔話に相槌打っておけば来年も仕事しやすくなるし、忘年会ぐらい出て損しないと思うけどな。うちは全額会社負担だからかな。時間の無駄だし残業代出してほしいわ。うちはコロナで忘年会廃止になってお金がもらえるようになった。若くないけど参加したくねえよ。金出せ。コロナから廃止のままで嬉しい。年に何回かは気を使う飲み会やってもいいんじゃないの？補助も出るんだろうし。会社の飲み会は大嫌いだったな。悪しき風習はやめた方がいい。なんで勤務時間外で会社の連中と飲まないといけないのか。忘年会嫌でその時期に2社くらい辞めてる。社員旅行が嫌で辞めた会社もあるわ。労働時間だろどう考えても。7割も参加希望者がいるじゃない。問題ないな。まあぶっちゃけ気の合う同僚だけと遊びに行くでいいわな。忘年会は忘年会として楽しいけど、嫌な人は嫌だろう。終了時間でパーティーやってたな。金の出し方が管理職の手腕。給料以外のことでやる気出させようとか、一体感かもし出そうとするのやめな。主任の内示も係長の内示も飲み会後のスナックでだったな。これが島工作の世界かと思った。ほんのりやりたくないなって職場はコロナきっかけに辞めれてよかったのでは。3割がお前らみたいな陰キャか。友達と飲んだ方が楽しいぜん。生活の糧を得るために集まってるメンツと、なんでわざわざ金使って限りある人生の時間削って、無意で空虚な時間を使うのか意味がわからない。でも好きな奴は好きだよねこういうの。友達と飲んでて楽しいの20代までだな。またその話かよってうんざりなって遠のいた。でも昔から若いもんはこんな感じだけどな。若いうちはいいけど結婚してる3、40代が集まって飲み会とかないわ。会社が金出してくれるわけじゃないしな。行きたくもない。忘年会くらい普通に会社の経費でやればいいじゃん。家族参加もかでさ。別に飲み会である必要もないし、開催する側も少しは工夫しろよと思う。どうせ3、4千円の飲み食べ放題やろ。会社が金出してカニとかコース料理食べに行くなら少しは考えるわ。送別会もしなくていいは。あれもいらんよな。あんなもんやる時間で家で引っ越しの荷造りしたいわ。そもそも1年間頑張った社員をねぎらう会なのに会社が金出さないっておかしくね。30年飲み会続けて社のパフォーマンスはどれだけ向上したんですか？うちは会社持ち予算1人1万5000円だからみんな来る。自腹の忘年会なんてあるんか。全額会社負担やないんか。それ賃金扱いになって損するぞ。無料なら行くに決まってる。おごりなら行くことを考慮しないこともないよな。まあ参加の最低ラインは経費だよな。それならつまらない店でもなんとか我慢できるが、やっぱりここでも漢字のセンスは問われるな。会社の忘年会に来ないとか社会人失格だろ。あんまりうるさく言わないけど昇進できないよ。そもそもうちの上司も飲み会の類は基本不参加だからな。新人歓迎会だけは顔出すけど。昭和ですか？これ言うやつほど大した昇進してないんだよな。どうしても会社がやりたかったら、勤務時間内にやるのが筋。普通は忘年会の日は有給で出勤じゃない？ここ10年くらい飲み会ボイコットしてるせいか課長止まりで終わりそうや。まあいいけど、労働時間にはカウントされないけどボーナスの査定にはもろ影響が出るよ。うちの会社も今年は忘年会やるって出血取ってたけど参加希望者少なすぎて速攻で中止になってて草だった。忘年会も嫌だがそれ以上に嫌なのが新年会。本社のある県に全従業員が集結して、一泊付きのホテルで数百人の大宴会だ。しかも平は毎年強制的にステージで出し物をやらされるマジで苦痛。それマジ無理だわう。俺なら辞めること考えるかもなう。よく耐えられるな。会社のどれだけのリソースがその会合に割かれてるんだよ。俺なら速攻退職してるわ。年末年始なんて知的にネットで同行の者とポチポチやっていればいいだろ。いちいち騒ぐのは学生で卒業しろ。ただでもいかんわ。つまり 70% は行きたいのか？そりゃすごいやくさ。年取ってきたせいか、今は静かなバーで群れずに飲んでる方が気が安らぐ。忘年会は残業に入りますか？給料もらえるなら喜んでいくぞ。わしゃの忘年会は全額自費な上に8000円ぐらいする。こんなの楽しみにしてるやついないんよ。会社経費で美味しい料理があればみんな参加するだろ。掃除のおばちゃんも来ると思うよ。会社行事な時点で何が無料だろうとまずい。それは重症だな。
ちゃんと休息は取った方がいいぞ。会社が合ってない可能性があるからダメなら転職も視野に入れとけ。かといって何もないと、つまんねつまんね、だから、大半は何かしらのイベントを求めている。他社の忘年会参加よりマシだろ。みんな喜んでくるけどな。嫌だって言ってる人が多いとこはもともとパワハラ体質な職場なんかな。今の若者とか泊まりの社員旅行なんて信じられないだろうな。会社持ちやおごりならなんぼでも参加したい。自分で金払って気使うのは嫌でござる。忘年会なんて会社の経費で賄うのが当たり前。うちの職場は普通に全員参加してるけど。仕事のために必要なら業務時間に含まれて当然だし、仕事のために必要ないなら行く必要はない。仕事のために必要だけど業務時間に含まれないは筋が通ってない。労働時間の恐れってなんだよ。そんなことになったら過去すべてひっくり返すから、どの企業も大騒ぎになるだろ。共働き増えてるし、ランチ忘年会でないと迷惑だろ。ランチ会いいよ、すごく。家族層くらい雇われなんだから仕方ないくさ。これでもやりたい放題の昭和に比べれば全然マシくさ。組織として活良かったけどくさ。忘年会なんざみんな本音では参加したくねえだろ。うちの会社も表面ではみんな仲良くやってるけど、記者時間になるとあっという間にプライベートモードになる。大体の会社はそんな感じだよな。これは普通だろ。友達同士で集まってるんじゃなくて、金稼ぎに来てんだし、そのために必要なコミュニケーションは取るよ。労働時間にカウントが嫌なら、昼まで仕事して13から17を忘年会に当てればいい。お開き後の二次会がいわゆる本番、希望者のみ。やりたい人だけでやれよ。酒の席を設けないと親睦を深められないのかよ。普段から優しくしてくれ。忘年会をしないことが福利厚生となって優秀な人材が獲得できる。金払ってまでなんで嫌な場所に行かなきゃいけないの。生活だってカツカツなのに。昔は忘年会参加してたけど、最近はめんどくさくなって誘われても断ってるわ。参加したくないが3割しかいないことが驚きなんだけど。うちの職場のも行きたくないな。おつぼねグループの発言だけで終わりそう。大人の飲み会は査定があるんだよ。人事部の履歴シートに会社の不満ありとか記録されたくねえよ。うちは若いやつほど乗り気だわ。いつやるんすか、どこ行くんすか、毎月やりましょ。こればっか。コロナ禍であまり参加したことがないからだと思われる。数回参加したらもういいですってなるのがオチ。最近は女の人が嫌がるでしょ。飲み会だけでなく昼食の仕出し弁当集計発注作業とかさ。情けねえな。そこで顔売るんだよ。顔売るのは客との接待にしとけ。会社がホワイトになったからもう部内全体のは参加してないわ。一緒に働いてる僕身近な人とだけでやってる。うちの会社の忘年会は有志だけだわ。金破壊者持ちだけど。コミュ障にとって破壊者の変なイベントに参加しなくていい時代。うちの会社大半が欠席してて笑えるわ。大手の子会社だけど、普段は和気あいあいと仕事してるんだけどな。無理やり参加させられたり飲み会で査定されたりする会社と違って、ホワイト企業ってこういうものなんだなって感じた。いいなぁ。でもまあ有無も言わせず強制参加なら飲食店も潤うし、そういう時代の方が世の中うまく回ってたんだろうな。参加しても仲良しグループとしか会話しない。二次会も仲良しグループとしか行かないだろ。もう飲み会で評価や出世が左右される企業のが少ないだろ。中間管理職がぼちぼち氷河期とかゆとりあたりの飲み会嫌いな世代に入れ替わりつつあるからな。管理職がそもそも飲み会を重視してない。飲み会の評価なんか昔からないけど、評価の高い人はこういうイベントには大体出てる。飲み会出るから評価高いんじゃなくて、飲み会来ないとマイナス評価なんだよ。人事なんて減点法なんだから。飲み会は管理職の踏み絵、忠誠心のリトマス紙だわな。会社持ちだけど新年会とかあったな。もう労働基準法で規制すべきだよな。ちなみに俺は忘年会好き派だけど、不参加連中はマジで嫌がってるからやめてあげてね。今まで6回くらい転職したけど、飲み会忘年会やってる会社って1社だけだったな。田舎の中小企業って今はほとんどやってないのでは。その分サボらずに働け。ただただつまらない。時間の無駄。忘年会というか飲み会が嫌すぎて職場辞めたわ。コロナでグループ総動員のクリスマス会がなかった2年間は平和だった。もちろん今年は決行されます。テレワークだけど気心知れない上司とのオンライン飲み会も地獄だぞ。忘年会と花見くらいは諦めて参加しろよ、偏屈さんたち。会社の宴会なんて仕事ネタか。普段あまり話さない人とは普段何してんの？くらいで当たり障りない話しかしないだろ。三次会になると変貌するので、二次会を限度にして逃げればいい。今年の忘年会、みんなで断ったら強制新年会になった旧。効率化の名のもと、古き良き日本の伝統がどんどん失われていく。シンプルに時間もったいないよ。10人程度の小さい会社での忘年会。定時で5人帰宅、残った社長と社員で暖房を切った社内で妙に冷えた缶ビールとスナック菓子でほぼ会話もなく小1時間で終了。いろんな意味で寒かった地獄のような時間やったわ。最高じゃんくさ。もはや何のためにやってんのかわかんねえな。誰も得してない。外飲みなみに虚しくてくさ。世界標準だと会社の付き合いの飲みは平日にやるし、その日は早めに仕事切り上げて飲み会の時間分も給料出るからな。経理の監査も厳しくなったからね。飲み会の領収書持ってきても、
これは経費で落ちませんですから。いいね。年賀状も忘年会も無駄なものはどんどん消していこう。年賀状は個人情報保護法のおかげで社員名簿が閲覧禁止になり、住所知らないから送れない状態になった。なんでこんなに苦痛を感じるやつが多いのになくならんの？行きたくない。帰りたい。残業扱いにしてくれと思う。説教する上司未だにいる。説教手当出してほしいわ。新人歓迎会でお酌して回らなかったことを翌週に別の部長に怒られた俺。仕事以外で関わりたくないってのが最近の若者だから。飲み会で上司の話を聞き学ぶ姿勢が大事って係長が言っていて引いた。座る場所選びからストレスだろう。まあ1年に1回くらいはみんなで飲みたい。行くまではめんどくさいけど行けば面白い。まあ実際ネットでは参加したくないという人が多いけど、忘年会とか行ったら行ったで楽しいくらいが普通なんじゃないの。欧米のパーティーみたいに日中の業務時間内に業務の一つとしてやればいいのに、日本はなぜか17時以降の業務外としてやるからな。そりゃいろいろと歪みや問題も出るわ。同感。業務外でなく業務の一つとしてやる方がいいね。欧米は休日に家族ぐるみで上司のホームパーティーがあるんやぞ。欧米並みの給料払ってくれるなら参加するで。上司だって行きたくないだろ。若者に気を使いながら飲んで何が楽しいのやら。合わせると無理しちゃってって陰で嘲笑われるし。会社が実際に休日扱いにしてくれるなら行くわ。まあ参加したところで仕事の話ばかりだしな。労働時間にカウントされないなら行きたくないわな。好きにすらいいよ。社員旅行もやめてくれ。忘年会をやる会社は新年会もやる。昼食会くらいで十分だろ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。